仙郷小学校の終業式です。体育館で行われた式には全校児童423人が出席しました。式では北下清人校長が子どもたちに2学期の反省を話しました。仙郷小学校では学校のモットーの学び合う、支え合う、鍛え合うこのもと、2学期は特に自主勉強や掃除道具の整理整頓などを通して自ら進んで取り組む力を育みました。また休み時間の持久走や長縄跳びに取り組み、体力づくりに力を入れました。そして明日から始まる冬休みを前に、北下校長が次のように話しました。テレビ、ゲーム、スマホ、メディアです。メディアをコントロールするという、ノーメディアチャレンジというのがありますけれども、時間がたっぷりあります。テレビやゲームしようと思ったら、たくさんできると思いますが、頭を使ってコントロールをしてほしいなというふうに思います。クリスマスやお正月、楽しみがいっぱいの冬休みが始まります。仙郷小学校の始業式は来年1月7日です。2学期頑張ったことを教えてください。運動会の奇襲を頑張りました。みんな元気いっぱいで明るいところが楽しかったです。来年の目標を教えてください。来年は中学生になるから、中学生になったらバレエをするので、バレエをもっと頑張ります。真庭市内の終業式は24日に落合小学校を除く小学校すべての中学校と真庭高校で行われました。25日には落合小学校と勝山高校で行われます。